シーサー統合オーガイの大貝洋一と申します。ちょっと手作り の, 仕事がしたくて、でたまたま那覇の坪屋っていうところですね、工房で従業員募集っていう張り紙があったので、で飛びで入って、はい、で住み込みと食事もついてたんで、はい、それで入りました。さっき言った通り入った工房がたまたまシーサーの工房だったので、まあ最初から見てあ面白そうだなと思ったんですけども、やってるうちにだんだん楽しくなって、いまだに続いてる状態。シーサーは守り神なので、はい、威嚇して強い顔がシーサーなんですけども、そんなに威嚇しないでちょっとこう見守るような感じの優しいシーサーを作ることに、はい、心がけます。門のところにシーサーを置くんですけども、それで毎日この門のところに置いてあるので、そのお家の生活の一部っていうか風景の一部になったらいいかなと思って、うん、自分のヤンバルが大喜利さんすると工房を持ってまして、でこんなね田舎なんですけども、わざわざ足を運んでに取り組んでいます。